たくさんの人々が乗り合わせたバスが崖っぷちを走行中、急に地滑りが起こり、海へと転落。全員が亡くなってしまいました。そして、たどり着いた先は、天国。そこで神様と対面しました。神様は言いました。生きてた頃は、皆さん苦労しましたから、天国へ入る前に、それぞれの願いを一つずつ叶えてあげましょう。最初に、ルックスに自信のない男が前に出て言いました。僕は、イケメンになりたいです。すると、男は、ハンサムに変わっていました。二人目の女が言いました。私も美しくなりたいです。先ほどと同じように、あっという間に、美しくなっていました。神様は、次々に願いを叶え、美しくしてあげました。列の最後尾には、ゲラゲラと笑い転げている一人の男がいました。その間も、神様は、一人ずつ美しくしては、列を進んで行きました。相変わらず、最後尾の男は激しく笑っていました。ようやく列の最後になり、神様は尋ねます。なぜ、あなたは、そんなに笑っているのですか？それから、あなたの望むことは何ですか？すると男は言いました。全員を、また醜く戻してくれ。